吉川英二三国志第一巻桃園の巻黄金属一五巻の建寧元年の頃今から約1780年ほど前のことである一人の旅人があった。 腰に一軒を履いているほか、身なりは至ってみすぼらしいが、眉はひいで口は赤く、とりわけ聡明な瞳や豊かな方をしていて、常にどこかに微笑を含み、そうじて癒しげな様子がなかった。年の頃は二十四五、草むらの中にぽつねんと座って膝を抱え込んでいた。悠久と水はゆく。微風は爽やかに瓶をなでる。 収の8月だ。そしてそこは黄河のほとりの高度層の低い切り岸であったおーい誰か川で呼んだ「そこの若いの何を見てるんだいいくら待っていてもそこには渡し船の着くどころじゃないぞ」小さな漁船から漁師が言うのだった青年はえくぼを送って ありがとう。と少し頭を下げた。漁師は下流へ流れ去った。けれど青年は同じところに同じ姿をしていた。膝を抱えて座ったまま遠心的な目を動かさなかった。おい、おい、旅の者。今度は後ろを通った人間が呼びかけた。近所の百姓であろう。一人は鳥の足を掴んで下げ、一人は農具を担いでいた。 そんなところで今朝から何を待ってるんだね。この頃は黄金属とかいう悪とが立ち回るからな、役人衆に怪しまれるぞよ。青年は振り返って、はい、どうも。おとなしい絵釈を返した。けれどなお腰を上げようとはしなかった。そして幾千万年もこうして流れているのかと思われる黄河の水を開かずに眺めていた。 どうしてこの川の水はこんなに黄色いのか。右輪の水を主細に見ると、それは水そのものが黄色いのではなく、砥石を粉に砕いたような黄色い砂の微粒が水に混じって一面に踊っているため濁って見えるのであった。ああ、この土も。青年は大地の土を一つかみ手にすくった。 そして目を遥か西服の空へじっと放った。シナの大地を作ったのも、黄河の水を黄色くしたのも、皆この砂の微流である。そしてこの砂は中央アジアの砂漠から吹いてきたものである。まだ人類の生活も始まらなかった何万年も前の大昔から、普段に吹き送られて、積もり積もった大地である。この広い高度と、 黄河の流れであった私のご先祖もこの川を下って彼は自分の体に今脈打っている血液がどこから来たかその遠い根源までを想像していた死なを開いた漢民族もその砂の来るアジアの山岳を越えてきたそして黄河の流れに沿いつつ次第に増え病族という未開人を 農業を開き産業を起こしここに何千年の文化を植えてきたものだったご先祖様見ていて下さいましいやこの劉備を鞭打って下さい劉備はきっと漢の民を起こします漢民族の血と平和を守ります天へ向かって誓うように劉備青年は空を拝していた するとすぐ後ろへ誰かが突っ立って彼の頭から怒鳴った。うさん臭い奴だ。やい。汝はコー族の仲間だろう。二。劉備は驚いて何者かと振り返った。とがめた者は、どこから来たと彼の襟髪をもう容赦なく掴んでいた。見ると役人であろう。 胸に剣の理性をつけている。近頃は物騒な世の中なので、地方の小役員までもが、平常でも皆武装していた。二名のうち一名は鉄球を持ち、一名は半月草を抱えていた。宅剣のものです。劉備青年が答えると、宅剣はどこか、と畳みかけている。はい、宅剣の総楼村の生まれで、今でも母と共に総楼村に住んでおります。 商売は、むしろ折ったりすだれを作って売っておりますが、なんだ、行商人か。そんなものです。だが、と役人は急にむさいものからのくように襟紙を離して、劉備の腰の剣を覗き込んだ。この剣には黄金の配管に老館のお玉が下がっているではないか。むしろ売りには過ぎた刀だ。どこで盗んだ これだけは父の形見で持っているのです。盗んだものなどではありません。素直ではあるが、凛とした答えである。役人は劉備青年の目を見ると、急に目をそらして、しかしだな、こんなところに半日も座り込んで一体何を見ておるのか。怪しまれても仕方があるまい。 おりもおり、夕べもこの近辺へ黄金族の群れが寄せて略奪を働いて逃げたところだ。見るところおとなしそうだし、族ととは思われぬが一応疑ってみなければならん。ごもっともです。実は私が持っている、待っているのは今日あたりこを下ってくると聞いている落葉船でございます。ははあ。誰か身寄りの者のでもそれ便乗してくるのか。い,いえ、 茶を求めたいと思って待っているのです。茶を役人は目を見張った。彼らはまだ茶の味を知らなかった。茶というものは瀕死の病人に与えるかよほどな基人でなければ飲まないからだった。それほど効果でもあり貴重に思われていた。誰に飲ませるのだ重病人でも抱えているのか病人ではございませんが、 生来、私の母の大好物は茶でございます。貧乏なのでめったに買ってやることもできませんが、一両年稼いで貯めた小遣いもあるので、今度の旅の土産には買って戻ろうと考えたものですから。うーん、それは関心なものだな。俺にも息子があるが、親に茶を飲ませてくれるどころか。あの通りだわい。 二人の役人は顔を見合わせてそう言うと、もう劉備の疑いも解けた様子で、何か語らいながら立ち去ってしまった。日は西に傾きかけた。赤かねした夕空を赤い黄河の流れに対したまま、劉備はまた黙想していた。と、やがて、おお、戦機が見えた。落葉船に違いない。 彼は初めて草むらを立った。そして眉に手をかざしながら上流の方を眺めた。三。緩やかに甲を下ってくる船の影は、薄づく日を追って黒く、徐々と目の前に近づいてきた。普通の客船や河川と違い、落葉船は一目でわかる。 無数の赤い流絶器を小柱に翻し、線路は五歳に塗ってあった。おーい劉備は手を振った。しかし船は一個の彼に見向きもしなかった。おもむろに舵を曲げ、するすると帆を下ろしながら、黄河の流れに任せて、そこからずっと下流の岸へ着いた。百個ばかりの水損がある。 今日落葉船を待っていたのは劉備一人ではない。岸にはガヤガヤとたくさんな人影が固まっていた。牢を引いた仲買人の群れだの。チャイチーと呼ぶ手押し車に土地の糸や綿を積んだ百姓だの。獣の肉や果物を籠に入れて待つ物売りだの。すでにそこには落葉船を迎えて市が立とうとしていた。何しろ黄河の上流。 落葉の都には今五冠の第十二代の帝王、霊帝の居城があるし、珍しい物産や文化の水位はほとんどそこで作られ、そこから全市内へ行き渡るのである。幾月かに一度ずつ、文明の製品を積んだ落葉船がこの地方へも加工してきた。そして沿岸の小都市、村、部落など、位置の立つところに船を寄せて攻撃した。 ここでも。夕方にかけて恐ろしく騒がしくまた慌ただしい取引が始まった。劉備はそのやかましい人声と人影の中に立ち混じってまごついていた。彼は自分の求めようとしている茶が仲買人の手に入ることを心配していた。一度商人の手に移ると莫大な値になって、とても自分の貧しい農中ではあがなえなくなるからであった。 瞬く間に一致の取引は終わった。仲買人も百姓も物売りたちも三三五五、夕闇へ散って行く。劉備は船の商人らしい男を見かけて慌ててそばへ寄って行った。茶を売ってください。茶が欲しいんですが。え茶だって落葉の商人は応用に彼を振り向いた。 あいにくとお前さんに分けてやるような安茶は持たないよ。一葉いくらというような花品しか船にはないよ。結構です。たくさんはいりませんが。お前茶を飲んだことがあるのかね地方の州がなんか歯を煮て飲んでいるようだが、あれは茶ではないよ。はい。その本当の茶を分けていただきたいのです。彼の声は懸命だった。茶がいかに好奇か、高果か。 また地方にもまだないものかは彼もよくあきまえていたその種は遠い熱帯の異国からわずかにもたらされて州の代にようやく宮廷の費用にたしなまれ官艇の,官の余々になっても高級の茶園に少し積まれるものと民間のごく基人の所有地にまれに栽培されたくらいなものだとも聞いている また別な説には、一日に百草を舐めつつ、人間に食物を教えた神王は、たびたび毒草に当たったが、茶を得てからこれを噛むとち、たちまち毒を消したので、以来、冷やせられたとも伝えられている。いずれにしろ、劉備の身分でそれを求めることの無謀はよく知っていた。 だが彼の賢明な面持ちと真面目に欲する訳を話す態度を見ると、落葉の商人もやや心を動かされたと見えて、では少し分けてあげてもよいが、お前さん失礼だがその代価をお持ちかねえ、と聞いた。4、持っております。彼は懐の皮袋を出し、 銀や砂金を取り混ぜて相手の両手へ惜しげもなくそれを皆開けた。ほう。落葉の商人は手の上の目方を測りながら、あるね。しかし銀が荒高じゃないか。これでは良い茶はいくらもあげられないが、何ほどでも、そんなに欲しいのかい。母が目を細めて喜ぶ顔が見たいので、お前さん商売は むしろやすだれを作っています。じゃあ失礼だが、これだけの金を貯めるには大変だろう。二年かかりました。自分の食べたいものも着たいものも節約して。そう聞くと断れないな。けど、とってもこれだけの銀と取り換えたんじゃ引き合わない。何か他にないかね。これも添えます。劉備は剣の尾に下げている老漢の玉を解いて出した。 落葉の商人は老漢など珍しくない顔つきをして見ていたが、よろしい、お前さんの行進に免じて、ちゃうと攻撃してやろう。と、やがて戦室の中から、鈴の小さい壺を一つ持ってきて、劉備に与えた。黄河は暗くなりかけていた。西南方に異様病の目,目みたいな大きな星が瞬いていた。 その星の光をよく見ていると、虹色の傘がぼっとさしていた。世の中がいよいよ乱れる協調だ。と近頃しきりと世間の者が怖がっている星である。ありがとうございました。劉備青年は鈴の骨棒を両手に持って、やがて岸を離れていく船の影を拝んでいた。もうまぶたに母の喜ぶ顔がちらちらする。 しかし、ここから、故郷の宅圏、老僧村までは、百里の世もあった。幾夜の泊まりを重ねなければ、帰れないのである。今夜は寝て、と考えた。彼方を見ると、水村の火が二つ三つ瞬いている。彼は村の基地に泊まった。すると、夜、夜半ごろ。 ッチンの亭主が慌ただしく起こしに来た。目を覚ますと表は真っ赤だった。むーっと蒸されるような暑さの中にどこかでパチパチと火の燃える物音もする。あ火事ですか黄金族がやってきたのですよ、旦那。落葉船と交易,交易した仲買人たちが今夜ここに泊まったのを狙って。え族交易、旦那も交易してきた、した一人でしょ。 やつらが真っ先に狙うのは今夜泊まった仲買たちです。次にはわしらの番だが、早く裏口からお逃げなさい劉備はすぐ剣を吐いた。裏口へ出てみるともう近所は焼けていた。家畜は異様なうめきを放ち、女子供は炎の下に悲鳴を上げて逃げまどっていた。昼のように大地は明るい。見れば夜舎のような人影が、 ほこや槍や鉄錠を振るって、逃げ散る旅人や村の者らを手当たり次第にそこここで殺戮していた。目を覆うような地獄が描かれているではないか。昼ならば目にも見えよう。それらの悪鬼は皆、血髪の後ろに黄色の切れを借りているのだ。黄金族の名はここから起こったのである。本来はシナの、この国の最もたっとい色であるはずの、高度の 国色も今は善良な民の目を震え上がらせる悪気の印になっていた。五。ああ、賛美な。劉備はつぶやいて、ここへ自分が泊まり合わせたのは天が天に代わってこの哀れな民を救えとのおぼししかもしれぬ。己悪気どもめ。と剣に手をかけながら家の戸を蹴って踊り出そうとしたが、い,いや待て。 と思い直した。母がある。自分には自分を頼みに生きているただ一人の母がある。黄巾の乱族はこの地方にだけいる,のいるわけではない。稲子のように天下至るところに胸をなして、調涼しているのだ。一見の優では百人の賊を切ることも難しい。百人の賊を切っても天下は救われはしないのだ。 母を悲しませ、百人の族の命を自分の一命と取り替えたとこと、取り替えたとて何になろう。そうだ。わしは今日も甲賀のほとりで天に誓ったではないか。劉備は目を覆って裏口から逃れた。彼は闇夜をかけ続け、ようやく村を離れた山道までかかった。もうよかろう。汗を拭って振り返ると、焼き払われた水損は、 荒野の果ての焚き火よりも小さい火にしか見えなかった。空を仰いで発光のような星雲をかけた宇宙と見比べると、この世の山岳の大も、黄河の長さも、シナ大陸の異なる広さも、むしろ哀れむべき小さい存在でしかない。まして人間の小ささ、一個の事故のごときは、と劉備は、我というものの無力を嘆いたが、いいな、いいな、 人間あっての宇宙だ。人間がない宇宙はただの虚ろではないか。人間は宇宙より偉大だ。と我を忘れて天へ向かって怒鳴った。すると後ろの方で、鹿なり、鹿なり、と誰か言ったような気がしたが、振り返って見たが人影なども見当たらなかった。ただ樹木の影に一羽の古い格子廟があった。 劉備は近づいて病にぬかづきながら、そうだ、孔子、今から七百年前に炉の国に生まれて、世の乱れを正し、今に至るまでこうして人の心に生き、人の魂を救っている。人間の偉大を証拠立てたお方だ。その孔子は文を持って世に立ったが、わしは武を持って民を救おう。 今のように、孔馬鬼畜の長領に任せている暗黒な世には、文を敷く前には武を持って、地上に平和を立てるしかない。多感な劉備青年は、あたりに人がいないの、いないとのみ思っていたので、孔子廟へ向かって誓いを立てるように、思わず情熱的な声を放っていった。と、病の中で、うはははは、うははは、 大声で笑ったものがある。びっくりして劉備が立ちかけると、病の手を、戸を蹴って、突然ヒのように踊り出してきた男があって、こら待て劉備の襟首を押さえた。同時にもう一人の大男は、病の内から劉備の目の前へと講師の木像を蹴飛ばして、バカ野郎こんなものが貴様ありがたいのかどこが偉大だと罵しった。 講子の木造は首が折れて、別れ別れに転がった。六、劉備は恐れた。これは悪いものに出会ったと思った。二人の大男を見るに、血髪を黄色の布で包んでいるし、銅には鉄鋼を鎧、足には獣皮の靴を履き、腰には体験を横たえている。 問うまでもなく黄金族の仲間である。しかもその頭文のものであることは、面構えや服装でもすぐ分かった。大砲、こいつをどうするんですか劉備の襟髪を掴んだのが、もう一人の方に向かって聞くと、孔子の木像を蹴飛ばした男は、話してもいい。逃げればすぐ叩き切ってしまうまでのことだ。俺が睨んでいる前からなんで逃げられるものか。と言った。 そして病の前の玉石に腰を悠然とおろした。大宝、中宝、小宝などというのは、宝師、術者、祈祷師の称号で、その異界をも表していた。黄金族の仲間では武将を指して皆そう呼ぶのであった。けれど、総大将の聴覚のことはそうは呼ばない。聴覚とその二人の弟に向かってだけは特に大長、大剣領士聴覚。 天皇将軍長領、地将将軍、地皇将軍、長保、という風うに損傷していた。その下に大宝、中宝などと呼ぶ武将を持って組織しているのであった。で、今、劉備の前に腰掛けている男は、長閣の配下の馬元儀という、黄金族の一頭目であった。おい、漢子 と馬玄議は手下の観光がまだ危ぶんでいる様子に顎で大きく言った。そいつをもっと前へ引きずって来い。そうだ、俺の前劉備は襟紙を持たれたまま馬玄議の足元へ引き据えられた。やい、百姓。馬は眠つけて。我は今。孔子廟へ向かって大それた誓願を立てていたが、一体うぬは正気か、狂人か。 はい。はいではすまねえ。甲馬鬼畜を撃ってどうとか抜かしていたが、甲馬とは誰のことだ。鬼畜とは何を指していったのだ。別に意味はありません。意味のないことを一人で言うたわけがあるか。あまり山道が寂しいので、恐ろしさを紛らわすためにでたらみに声を放って歩いてきたものですから。そういないか。はい。 で、どこまで行くのだ、この真夜中に。各県まで帰ります。じゃあ、まだ道は遠いな。俺たちも夜が明けたら北の方の町まで行くが、てめえのために目を覚ましてしまった。もう二度目も出来まい。ちょうど荷物があって困っていたところだから、俺の荷を担いで友をして来い。おい、カンコ。へい。荷物はこいつに担がせて、我は俺の半月を持て。 もう出かけるんですかい。峠を降りると、夜が明けるだろう。その間に奴らも今日の今夜の仕事を済まして後から追いついてくるにちげえねえ。では歩き歩き通った印を残していきましょう。観光は廟の壁に何か書き残したが、半利も歩くとまた道端の木の枝に黄色の切れを結びつけていく。台宝の馬,馬元儀は悠々と炉に乗って、 先へ進んでいくのであった。